のですよ。やるだけやってみるのです。今までも大きなモンスターだって癒せてるのです。私もこの美少女っぷりを使って竜を癒すお手伝いをするのですよ。みゅふふ、よくぞ見破ったのです。実は私は過酷な旅で疲弊した心を癒す瓶詰め魔法少女なのですよ。あら、私を眺めるだけでみるみる元気が湧いて、ただ浮いてツッコミとボケ、壮絶どころかむしろ微笑ましいような情けないような複雑な気持ちだったのですよ。やれやれなのですよ。うちのユウさんが申し訳ないのです。やろう、ありがとうなのです。世界が終わろうとどうでもいいことだろう。私とユウがいればそれでいい。お前はあのでかいやつと会話できないのか。あいつにユウを吐き出してくれって頼めないかな。私の言ってることわかる？お前はまだ小さいだけで本当は人間の敵なのかもしれない。ああ、確かに食べ物のことはよく覚えているんだな。もしかしてこれがチョコなのかもしれない。例えば3人いるのに食料が2人分しかないみたいな時に武器を取って戦うしかなくなるんだよ。きっと今も昔も変わらず。どうだろう。でも多分爆撃機とかそういういや、ご飯はレーションみたいなものなら、あるいは機関銃、砲弾。バイト先の打ち上げだよ。君は一人で羽を伸ばして寂しく豪華な食事でもしてくればいいさ。ベル君、ありがとう。君みたいな子に会えて僕は幸せ者だよ。それじゃあ僕たちの未来のためにステータスを更新しようか。僕最近ここの屋台でバイトを始めたろ。お客が増えたご褒美にもらったんだ。夕食はパーティーとシャレ込もうじゃないか。ベル君、今夜は君を寝かさないぜ。よーし、行ったな。なら大船に乗ったつもりでいるから覚悟しておいてくれよ。そうだ、今日は君に美味しいお土産があるんだよ。じゃあ、これ私が昔作ったものです。こんな出来損ない使わないでください。と言っても家事は私一人でなんとかなってますし、お店も十分人手が足りてますので何もしなくて結構。あ、そういえば見てない。ペンギンと記念写真撮ってかき氷食べてオーロラと南極線まだじゃん。私、あなたのこと応援してる。え？私ね、高校に入ったら何かしようって思ってた。今までしたことないこととか、なんかすごいこととか。でも、何もできなくて、いざとなると怖くなってやめちゃって。ただいまー。ワクワクする。明日、駅のトイレとかで着替えるんだ。で、うわー、海だ、海だ。やば、くんまだってバレる。スバルくんは自分のことしか知らない。レムが見ているスバルくんのことをスバルくんがどれだけ知っているんですか。バルバルウサギの肉と森の木の実の炒め物、あとフカシーマ。魔獣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 とぼけないでください。そんなに魔女の匂いを漂わせて無関係だなんて白々しいにも限度がありますよ。姉様とあなたが会話しているのを見ている時、レムは不安と怒りでどうにかなってしまいそうでした。姉様をあんな目に遭わせた元凶が、その関係者がのうのうとレムと姉様の大事な居場所に。もう耐えられないんです。姉様が世話をするのを装ってあなたと親しげに振る舞っているだけと知っていても。いえ、レムは基本的に家事全般が得意です。掃除洗濯も得意ですよ、姉様より。はい、お客様。当家の食卓はレムが預かっています。姉様は料理があまり得意では。こんにちは。メルクストーリア無気力少年と瓶の中の少女、いよいよ本日放送開始です。イエーイ！待ちに待ってました。楽しみです。みんな見てくださいね。癒されてくださいね。ですよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。